真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。ゆえに今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀にとらわれることはあるまい。今日はここまでだ。明日は。三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ。常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。今のは三十郎様かい。ああそうだな、あんなに急いで。何年言ったらわかるんだい。これは売り物じゃねえ。
ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。拙者は、愛子殿は、その…お顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。サバ、アサリ、スズキ、この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに行…承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってとこさ。間違いねえ。僕が森の中早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。ここで何をしておる、ヌスットどもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ、何も取ってはおりません。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら読みどけ、足の番じゃ。勝負ごとは相手よりも死ぬのが気持ちいい。怪我はありませんか。いや、なんでもね。どうかお待ちを。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。足が手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。そこだ、逃げろ逃げろ逃げろ。もう危ない。ヒロキ殿、それがゆえに拙者から離れませぬよ。先生を見つければ奴らは無駄中におるよ。もっと助けてやってくれ。誰か足が押し返せ。腕に覚えのある奴はおるか。オラだ。槍さえ持てれば。ヒロキ殿、皆を、私は父上を見つけます。いけません。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬこの村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は、ヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。
頭をかち割ってやる。役立たずだ。こいつを楽にしてやれ。